皆さんこんにちは。共産党国会対策委員長の国田圭司です。元同僚で、はい、まさに大平さんをぜひ国会へ返してください。特に核兵器なくせ、このことは彼のライフワークでもあります。そうです。世界が核兵器禁止条約、これを結んで核は違法である、この立場を明らかにし、抑止力に対しても批判をきっぱりと下した新しい政治の流れが起きています。日本でこそその先頭に立つ大平さんをぜひ押し上げていただいて、全国で1600を超える自治体が非核平和都市宣言を行っています。まさに平和の申し子、大平さんをぜひ押し上げていただいて、お力添えをよろしくお願いいたします。綺麗は日本共産党、よろしくお願いします。おぎり